ああ、おはようございます。おーっと。次はですね、ああ、ケイさんおはようございます。ちょっとライブ、そう、コップさんありがとうございます。ユリさんありがとうございます。おはようございます。ライブね、超久しぶりになっちゃいました。ちょっとね、今ね、あの、婦人科ねクリニックの方を、えー、開業ね、来年、2023年ね、7月に開業いたします。 えー、そこでのちょっとね、物件探しとかいろいろありまして、ちょっと今ね、こっちの活動があんまりできてない状況でございます。皆さんね、申し訳ございません。えー、っとね、えー、またね、えー、あ、そうそう、それでですね、まあ、CBD オイルの方なんですけども、あ、長田さんありがとうございます。えー、っと、第1次ね、大募集の方を締め切りまして、まあ、プレゼント、ね、えー、CBD プレゼントは今日でね、終わりになる、昨日の12時で締め切らせてもらいましたよね。25名様の方にね、 お送りさせていただくことになります。あ、長田さんありがとうございます。えー、ぜひ長田さんもね、チャットの方入ってください。え、CBD オイルね、プレゼント、おまあ、毎月やろうかなと思っております。あ、エリさんおはようございます。ありがとうございます。はい。また今日からね、ちょっと、あのー、ネイロ <laughs> ね、色、おねちょっと変えまして、CBD オイル特集をしていきたいと思います。 ま、CBD とかね、えー、THC 何なのかっていうと、ま、大麻由来製品なんですけども、まあ、法律的なとことかね、皆さん心配だと思うし、あと、あおはようございます。THC とかね、CBD の違いとか、あと、なんか大麻っていうとすごいね、悪いイメージがね、多分あると思うんですが、そのままね、悪いイメージを起こしている成分と、あと薬効のね、認められてる成分っていうのはまた違うっていうね、ところをちょっと、まあ、法律面、えー、あとはま、医学的なね、文献などからちょっとね、 探っていこうと思っております。はい。よろしくお願いします。さあ、えー、ここでなんですけども、まあ、CBD ってね、今すごい注目されて、あー、永田さん、ありがとうございます。すごく注目されて、3、7月31日ですかね、誕生日ね。もうすぐ私も誕生日なんですけどね。同じ7月生まれとしてね、ちょっと、まあ、仲良くしていただきたいです。で、えっ、ー、と、CBD なんですけど、カンナジオ、カンナビジオールとね、いうものになります。うーん。 まあ、三つのね、ああ、ミカさんおはようございます。イサザ先生、おはようございます。まあ、三つ、ね、代表的なカンナビオイド、だい誘導体としての、まあ、タイム由来製品がね、ある、由来、由来の成分があるんですけども、この CBD っていうのはね、カンナビノイド誘導体っていうのは、まあ、方向属炭素、株水素といって、ああ、おはようございます。あ、今日皆さんね、CBD オイルの方を発送させてもらいます。のりこさんもよかったら、ぜひね、チャットの方お入りください。CBD をね、 オイル、グミ、プレゼントをね、えー、ちょくちょくやっていく予定になります。まあ、一時はちょっとね、あの、締め切らせていただきましたけど。で、えー、っとね、まあ、代表的なものとしてはこの3つがね、言われていますね。CBD、CBN。まあ、こちらの2つっていうのは、えー、後から出てくる法律上も、まあ、問題ないというか、まあ、医療適用がね、今後期待されている、え成分になります。まあ、なぜかというと、精神作用をもたらさないというところに、えー あるんですけども、まあ具体的なまあ医療応用としてはまあ転換の予防だったりとか、あとまあ癌の疼痛、コントロール、あとは不安とかまあ不妊、そこら辺にまあ効くという、えー、まあね、基礎研究などがあるというところですね。 で、えー、今ね、市販されて CBD オイルっていうのは、もちろんね、精神作用を持たさないと、じゃあ、不安とかね、ストレスをまず軽減させてくれるというね、まあ、サプリメントみたいな、ね、イメージだと思います。で、えー、そう CBD オイルに関しては、まあ、医薬品としての扱いではなくてですね、基本的にはまあ、食品添加物のようなね、そういったまあ、扱いになっていると思います。なんで、え、医薬品ではないので、医薬的な、その、えっ、ー、と、薬効というのは言えませんね。睡眠が、えー、不眠に効くとかね、えー、そういうことは言えない。 今の市販のものっていうのは、カンナビジオールですか鎮痛。あ、そうですね。鎮痛剤としても期待されている。で、今出ている、巷元に出てる CBN っていうのは、まあ、ストレスを緩和してくれたりとかする、えー、だろうとね、言われております。で、えっ、ー、とね、で、すごく、その、地に出てる CBD オイルっていうのは、まあ、言ってしまうと薄いんですよ。で、量、薄いというか、薄いんじゃなくて、量が少ないんですよ。使ってるよね。あの、 え、治療適用の CBD ってもう何十倍ね何、何百倍ぐらい使うんで、まあ、少しね、CBD を入れることで、まあ、ほんのりとしたね、CBD のその効果を、まあ、効果を感じるっていう風におかしいかもしれないですけど、まあ、そういったね、ほんのりとしたストレスを緩和するとかね、そういったところに今、注目されている成分だということになります。で、まあ、THC っていうのは、高揚感とかね、意識の変容をもたらす。そういったものがあって、今ね、9種類のものが、 えー、薬あの、麻薬でね、規制されてる。麻薬だったかなすいません。えっ、ー、と、厚生薬と麻薬の、ね、取り締まり規制かなで、えー、されているものになりますね。なんで、えーまあ、今からちょっと法律的なところをね、最初に勉強していきたいと思いますけども。まず、大麻取り締まり法なんですけども、まあ第1ね、第一条で、大麻とは何か。えー、で、大麻っていうのは、あの、大麻層及びその製品を言う。ただし、大麻草の成熟した茎及びその、 製品、えー、樹脂を除く、並びに、タイマソウの種子及びその製品を除く。つまり、種って、ほら、あの、売ってますよね。えっ、ー、とー、なんだ、ペットショップとか行くとね、インコの、ね、ものとかに売ってますよね。えー、インコの餌とかね。あとは、えー、っとですね、えー、タイマソウの熟した、あ、そうそう、インコの種とか売ってるし、あとは、まあ、成熟した茎とかね、そういうものっていうのは含まれない。 えー、なんで、タイマーを使ったね。なんだろう。う朝のパンツとかね。<laughs> まあ、そういうのは、おそらく成熟した茎を作ってるんでしょうね。はい。朝の、なんだろう、うあと、なんだろう、うり、ね、羽織物とかね。そういうものは、まあ、えー、タイマーではないと。ね、朝日製品だけど、タイマーじゃないよと。ね、取り締まれませんって。タイマー取り締まり法で、えー、取り締まれるタイマーっていうのは、ね、その、それを除くものである。で、えー、禁止されているのは、タイマーを輸入して、また輸出することは禁止されている。 で、大麻が製造された医薬品を施行し、そのまたは使用のために交付することは禁止されています。で、大麻から製造された医薬品の施行を受けること。つまり、まあ、大麻が製造された医薬品を誠実受けちゃいけないし、誠実をね、与えることもできない。ね。あと輸入室ってのはいけませんよとね。まあ、タイとかは、ほらね、えー、あのー、タイとかだとね、捕まるでしょ。捕まって死刑になってしますよね。 ええと、あの、な、長田さん、あ、劇薬ですね。ええー、と、劇薬とはまた違います。劇薬っていうのは、<laughs> また違う法律で確か、あれですね、指定されてるものですよね。劇薬ではないです。で、麻薬及び、抗精神薬取締法では、あの、9種類の合成 THC 誘導体が指定された規制対象つまり、まあ、THC も、 規制対象だしその THC にね体の中になっちゃうよっていうものももう規制されてますよっていうねことになりますでえー、今回のね CBD なんですよあまあ071620103おはようございますありがとうございますえー、CBD なんですけどもあの CBD 料理とかね今あのチャットの方でねプレゼントしたりとかもしておりますぜひねなまあ0716さんもはいね はい、興味あるお入りください。え、抗精神作用を持たず、え、大麻草の成熟した茎から抽出された CBD は、規制の対象とならないということですね。はい。まあ、CBD っていうのは、まあ、まず、抗精神作用を持っていない。つまり、麻薬及び抗精神、えー、薬の取締法でも規制されないし、あとは、えー、大麻草の成熟した茎ということで、このね、大麻取締法にも、えー、規定規制が当てはまらないということになります。 じゃあ、そもそも大麻って何ですかっていうね、ところをちょっとね、調べていきたいと思います。大、ま、麻、あ、と THC というね、ところで、まあ THC のちょっとね、えー、ことについてちょっとお話したいなと思います。えー、大麻取締法っていうのは、大麻と定義されたものですね。だから、大麻の成熟した茎とか種は除くものになります。で、いろんな別名があるんですね。マリファナーとか、ヘンプとか、種とか、ハシュシュ、ガンジャーとかね、あります。はい。えー ま、こういったね、読み方ね、えなんか、緑の五本指とかね、ラッパーの人が言ってますけど、それもマリファのことみたいですね。まあ、私は、あの、マリファやったことに本当にないんで、この THC の効果についてわからないんで、あの、THC の実際にマリファをね、吸ったりした人のお話は、聞いたことがあります。で、ね、海外では言う、あの、吸えます。でね、お話をたまにね、インスタライブで聞いたりをしておりますんでね、そういう興味ある方はね、 えー、聞きに来てください。まあ、実際にこう書いてありますけども、マリファナの喫煙30分後に THC 血中濃度が最大効果を発現する値になります。まあ、70から160マイクログラム、あ、ナノグラムパーミリリットル。まあ、これ、どんくらいの値かというと、まあ、ホルモンってだいたい40ピコグラムぐらいなんで、だいたいピコグラムの値のせ世界かな。だったと思うんで、まあ、1000倍ぐらいですよね。うん。 大体いい、えー、あとはなん、生産管理の知識量が1ナノマイクログラブだった気がするんで、えー、っとね、あ、長田さん、そう、怖いんですよ。ね。怖いですよ。だから日本ではね、規制されてるんです。ね、怖くないって人もいるけど、一応日本では違法になりますね。はい。あ、タイマー層は戦前日本にもあちこち入ってるんですね。母が入ってました。あ、のりこさん、ありがとうございます。貴重な情報。あ、そうなんですね。全然私は、み見たことが、ね、ないんですけども。えー、っと、 まあそういった量で、まあ効果を発現すると。で、グッドトリップとバッドトリップというのがあるみたいですね。まあ、グッドトリップというのは気分を高揚して多効感を入るね。えー、私、まあ、断食中にタバコ吸った時にすっごい多効感を得たことあるんで、まあもしかしたらそれに近いのかなーっていうね、なんとなく想像ではね、思います。ただね、バッドトリップっていうね、ものもあるみたいですね。不安とか恐怖、猜疑心のところにパニックになってね。あのね、これなんですけど、まあ結構文献でパニックになってね、<laughs> あの、 あの、THC を使ってパニックになっちゃう。だ THC も純粋にこう、純正されたものっていうのは、結構危険かもしれないですね。ただまああの、えー、これ THC だけをこう、純粋にね、あの、純粋、純粋にこう、倍、あの、抽出して取ったって人のお話になりますけど、バッドト,トリップした時に、なんかあの、すごいことにね、なってましたけど、なんかえっ、ー、と、ね、自分の目ん玉をくりぬいたりとかしちゃうとかね。あ、す長田さん、聞げてください。なんかそういったことまでしちゃうようなパニックを起こして、 えー、コカイン、マリファとか、コカインとかね、そこら辺と、まあ、ま、ま、混同したいけないかもしれない。バッドト,トリップに関しては結構なものを起こしてしまうね、えー、ことになると。ことも言われています。えー、出現症状は神心規合進、結膜充血、えー、色彩音の感覚の変容ね。まあ、こういうのでなんだろう、芸術家の人とかもね、なんかこの、まあ、タイムをね、吸ったりする人もいるようでございますね。ただ、まあ、言われているのはまあ、学習能力とか実転車の運転能力に影響すると。えー、製造な、 反応の阻害、記憶障害、ブレーキ反応速度低下、帰省後24時間は持続するということで、うん、まあ、確かにちょっとタイマーをね、えー、知ってるお友達もいたんですけども、まあ、基本的には何だろう、うーん、やっぱり何だろう、同じね、えー、ね、両親が医者だったりするね、友達もいましたけども、やっぱり、なかなかね、受験に成功しなかったりね。 えー、してるとこを見ると、うん、何らかの記憶障害などを起こすのかもしれない。これはわかりません。結構ね、あの、うん、まあそういったところにね、手を出したね、お金持ちのね、お友達結構いたんですけども、やっぱり医学部に行けなかったんですよね、っていうね、えー、ところを考えると、やっぱりあの、学習能力低下はあるかもしれないな、ってね、個人的には思っています。ただまあ、これは、あの、しっかりと、個人的じゃなくて、えー、文献に書いてあることなんで、あの、私は個人的に意見プラス、まあ文献でしっかり書いてますね。 thc っていうのは、ね、これはまあ、規制対象になります。はい。規制後24時間はこういう効果は持続しています。ということで。あんまり自分は、まあ、た多分タイマ麻に対してはあんまりいいイメージを持ってないかもしれないですね。遠い友達がたくさんいたんで。ね。はい。じゃあ次に行きたいと思います。はい。まあ、依存性の話です。ああ、エイさんまた、エ、ね、イさんまた、あの、オイル送りますんでね。ぜひ受け取ってください。今日ね、 えっと、会社の方に発注をお願いします。あ、毎日ビューティーさんもおはようございます。ありがとうございます。さあ、依存性ですね。えー、と、依存性なんですけど、やっぱり、ね、THC っていうね、まあ、規制されている成分に関しては依存性があります。えー、薬物依存というのはどういうものかというと、自己制御は困難になって生物学的状況と言われているわけなんですけども、こんなんもややこしい。意味はわからんと。<laughs> あの、まあ、ただ、言葉は正確に定義しないといけないんで、こういうふうになってると思いますが、 一応、薬物依存というのは二つの種類があるんですね。身体的な依存、身体依存、そして精神的な依存、精神依存、ね。薬物を欲するのが精神依存。そして、体薬症候による、まあ、身体的な渇望によってしまうものが、これが、まあ、身体依存になります。で、どちらもその依存を起こすのは THC、先ほど出てきた規制、えー、対象の成分と言われてるんですね。で、えっ、ー、と、まあ、どういった効果がね、どういったものかというと、まあ、 ええと、そのね、多効感とかが薄まってしまうことで、えー、薬ね、もっと欲しくなっちゃう。ね、これが、えー、精神層を起こす、定置士の、ま、効果とされています。あとは、体薬症候による身体的な活動としては、えー、なんだっけな、なんか、んー、ま、不安になったりとか、そういったことがね、起こるみたいですね。それも、えっ、ー、とね、確かね、結構コカインとかヘロインの、あとね、えー、が影響させる脳の中枢にあるね、その、 なんだろう,うんとね、脳の方のね、えっ、ー、と、ドパミン作動性の、確か神経、ニューロン系に関わってきているっていうね、とこまで書いたあっちょっと詳しくここに書か,かなかったね、ますね。うろ覚えにはなっちゃうんですけど。またね、そこら、ね、辺知りたい人はね、私にぜひ聞いてください。えっ、ー、と、ちゃんとね、文献でお伝えしたいと思います。 えー、そこら辺があって、まあ、その精神依存を起こしてね、薬物が欲しいよってなっていくのと、あとは、えー、体が渇望してね、しまうというところで、えー、心的な渇望による依存を起こすというのが、まあ、THC 成分になります。はい、えー、そしたらですね、まあ、実際に CBD の、まあ、どういったね、えー、作用かっていうところも一つになります。これ、たくさん CBD の基礎研究はあります。けども、 ま、今日はね、ここら辺にしようかなと思って、一つの文献が、ま、こちらの方になりますけども、ま、カンナビドールのエフェあの、効果としての、この、えレノックスガスターシンドロームに対する、えカンナビドールの、えっと、効転換の、えぇ、発作の減少率に関する論文になります。2018年に出たものですね。え一応 CBD っていうのは、ま、先ほどね、話したような THC、 に対して、えー、基本的には依存性、えー、精神的な、あの、えっ、ー、とね、えー、作用っていうのはないと言われております。まあ、運動機能に対する抑制とかもない、ね。あと勉強ね、学習能力とかの影響もまあないと言われております。で、転換に対する抑制効果についての、まあ、今研究ね、結構進んできているけども、まだね、正確な作用基準っていうのは分かっておりません。 で、こちらの方がレノックスガスト症候群っていう、かなり難病ですよね。難病で、えーとね、90%の人が、確かね、あのー、転換を、発作で起こすね、合併症を持つと言われているんですけども、どのくらい量投与するかというかな、これがね、確か12週間だった、あ、28日間投与なんですけども、20mg、えー、20 10mg とプラセボの3、3グループに分けた二十問検知器になりますね。かなり、あと、えー、質の高い研究になりまして、 えー、ようこ、きむらさん、ひ野き次んじさん、おはようございます、ありがとうございます。えー、チャットルームの方で、今日までね、えー、っと、CBD オイルのね、無料配布やってましたが、ちょっとね、今日で終わりでございます。で、またね、チャットルームとか入ってもらうとね、次回もありますんで、ぜひね、ご参加ください。えーとね、こちらの方の、えー、ガスト証拠群では、えー、一応ね、今回投与してます。で、 あの日本のその CBD オイルっていうのは、まあ、も,ものもの入ってるのはもっと少ない量ですね 30ml でまあいくらとかなんでその mg ム換算してもまあ1日使っても0.1とかね 0.2mg になるんで、まあ、全然ね違うとは思いますけども <laughs> えーっとね、えー、こういったぐらいの転換発作の減少率としては、ねえー、20mg で41.9%起こさなかった37.2%減少ということがありましたということでございます はい。じゃあ、ここら辺でね、今日は終わりです。まるルはる2403ありがとうございます。あの、ね、チャットルームの方でね、守備オリと <laughs> 配ってたんですけども、今日でえ締め切ってしまったんで、またの次回もあります。ぜひね、チャットの方ね、ご参加ください。はい。えー、そしてね、えー、っと、ちょっと、私の方からの、えー、っとね、お話をちょっとここからね、なりますけども、ん、んとね、もう、すごい昔のことすぎて、あれだな。 ちょっと、<laughs> フリーファスティングクラブねあ。ちょっとこれになっちゃったんですけど。<laughs> まあ、あの、<laughs> あります。あれ、ファスティングクラブ。使用方法はああ、すいませんちょ。使用方法、そうっすね。また後でちょっとし、あの、分岐見ときます。そうそう、使用方法見てなかった。内服だったと思いますね、確かね。はい。まあ、絶下だったが、あの、そこまでちょっと見なかったですね。使用して、使用方法。はい。ちょっと調べておきます。 えっとね、えスティングクラブ、こうやってズームのね、えー、でお話とかをね、よくやって、1ヶ月にか回やってるんですけども、チャットルームの方ね、あります。リットリンクの方からね、えー、お入りください。えリットリンクから私の QR コードを読んでもらって、私とね、お友達になってもらうと、チャットルームにご招待できます。チャットルームの方ではね、え毎週クラブハウスをやってて、そこのね、えー、まあ補足的なね、情報交換をしたりとかもしてますし、 えー、あとはね、たまにし、こうやって CBD オイルね。まあ、これがちょっと1ヶ月に1回ちょっとお配りできるかなと思うんですけど、まあ、1回使った方じゃなくて、ま、新規の方にね、1回はね、皆さんに行き渡るようにしたいなと思います。オイルとかグリームですね。プレゼントを考えております。えー、まあ、一応あ、そんなところでやっております。一応、フリーファスティングクラブということで、まあ、ファスティング関係のね、お話になりまして、今後なんですけども、この CBD 特集に関しては、まあ、CBD って食欲にね、作用する、えー、エンドカンダミオイルシステムというところのね、作用、 ありますので、あの、まあ、食欲っていうか、まあ、ファスティングの CBD とかね、ちょっとそこら辺のね、えー、文献もありますんで、そこら辺もご招待がいなしたいなと思っております。えー、ぜひね、えー、リットニンクで私とお友達になってください。それではね、また明日なんですけど今日来てくださった方、えー、ミカさん、マイチビューティさん、伊佐沢さん、モーニングコピさん、マイコさん、のりこさん、ユリさん、持田さん、ありがとうございます。 え、ぜひぜひ、まだ、えー、ほとんどね、ここ来てくださった方、<laughs> チャットルーム入ってくれてるんですけど、ぜひね、チャットルーム入ってくれてない方はね、ぜひ、あの、インビテーションください。えー、ご無沙汰しておします。ね、いいこと尽くしのね、チャットルームでございますんでね。えー、非常に楽しい会話もたくさんあります。はい、それでは皆さんね、えー、今日ね、えー、発送というか、会社に注文になりますんで、CBD より届くの楽しみにしてください。伊沢先生はグミを差し上げる予定になっております。はい、それでは失礼いたします。